中村玄光です。その太極拳、無駄な練習もうやめにしませんか、ということについて少しお話ししてみようと思います。この動画は太極拳の楽しみ方をお届けいたします。皆様の太極拳ライフにぜひお役立てください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、太極拳を行っていく中でもうその無駄な練習やめにしませんかって思うことがあります。太極拳を始めるにあたって、まずどこかの教室に行き、そしていわゆるコミュニティという人が集まるところに入ります。そしてその中では先に太極拳を始めておられる方から学び、少しずつ覚えて太極拳を楽しんでいきます。そして太極拳を続けていく中で様々な行事というものがあって、そこには太極拳を演武をしたり検定試験やまたは大会に出たりもします。それらを目標にして頑張ったり努力をしたりする、こういう流れが多いのではないでしょうか。太極拳の魅力とは何でしょうか。それはいつでもどこでも自分一人で自由にやれる、これが太極拳の最も大きな魅力です。太極拳はチームプレーではありません。やはりそれはたまに学んだり、たまに集まって太極拳を通じて様々な関連を持つことは非常に良いことですが、それがメインではありません。太極拳はコミュニティや集まりのためではありません。それはあくまで自分でこれから太極拳を自由にやっていくためにやる方法を学びに行くところであって、それはコミュニティに参加するために太極拳を行うことではないということです。人が集まりますと、どうしてもそこには組織的な考え方が出てきてしまいます。いわゆるそのコミュニティにはリーダーがいて、そしてその中には役員的な人がいて、そしてそこに長くおられる方、そういうように自然と人が集まることによって組織というものができてしまいます。これは本当に自分自身が太極拳を行うことにおいて必要なことなのでしょうか。本来太極拳は健康法や趣味として行うことです。健康法や趣味という世界で組織であったり地位であったり、それが必要なのでしょうか。長く太極拳に関わっているから地位が上がっていくとか、そして何かの代を獲得するとか、そしてリーダーになっていく、これは太極拳の本質ではありません。やはり太極拳は地位を築くためのものではないということです。全員が横並びで太極拳を楽しみ、全員が横並びで太極拳を分かち合う、これが本来の太極拳の陰と陽の考え方のはずです。いわゆるバランスをとって、それが楽しみ、それが心地よい、そのはずがいつしか上下関係ができて、古くからやっていることによって責任を持っていく、地位を築いていく、それは社会の仕組みになってしまいます。ですから初心忘れべからず、太極拳を最初に始めようと思ったきっかけは何だったのか、健康のためだったのか、太極拳を見て美しいな、心地よさそうだなと思ったことがきっかけなのか、なんだか太極拳やることによって楽しそうだなと思ったこととか、新しいものを学ぶという楽しみだったのか、それらが最初の太極拳を始めようと思ったきっかけだったはずです。それがいつしか社会の一員となった太極拳をやっていく、これがもう無駄な太極拳の練習となってしまいます。ですからその太極拳、無駄な練習やめにしませんかって思うことはなぜかと言いますと、それは太極拳にとってではなく自分自身にとってストレスとなってしまうからです。そのストレスを解決するため、解消するために行っていた太極拳のはずがいつの間にかストレスとなってしまっている、これがもう無駄な太極拳の練習となってしまうんです。やはり責任感が強かったり、そして社会の中でしっかりと生きてきた人、そういう方はそういう性格性質になっていますので、そのように立ち振る舞ってしまいます。ですからこの太極拳の世界ではそれを取り払いましょう。それは太極拳にとって無駄なことなんです。太極拳を日々行うことの目的は一つは健康養生のため、それは日々の変化を楽しんで感じる、それが健康養生です。そして二つ目には心地がいいことです。心地がいいというのは何もいらないんです。道具も環境も何もいらないです。太極拳は自分の体一つでできる、どこに行かなくてもそれは心地いい方法、心地いい空間、心地いい時間を作り出せる、これが太極拳の素晴らしいところです。これが2つ目です。そして3つ目には楽しいこと、これはみんなで和気あいあいという楽しさではなく自分で自分の発見があることです。あ、こうすることによってこんなに心地がいいんだ、あ、これがこういうふうにつながるんだなという発見する喜び、これが太極拳の喜びです。そして4つ目には感じるという、自分を見つめるという時間があるということです。これは今まで生きてきた中で、社会の中で、ストレスの中でなかなかできなかったことなんです。自分を見つめるという感じる時間、感じる空間、その瞬間があまりにも幸せなことであり、そして今まであまりにもやってこなかったことです。ですからそこに違和感を感じるかもしれません。
しかしそれが太極拳の目的であり、そしてそれが自分自身のこれから生きていく上で大変必要なことであり、それが健康養生につながっていく、これが太極拳でいう感じるということです。そして5つ目にはやはり学ぶです。これは人から学んでもいいですし、そして何かの言葉からでもいいです。それは太極拳に関係のない言葉でも、やはり全て太極拳というのは太極拳という武術の動きだけではなく、やはり思想哲学だったりしますので、無駄な動きをしないこと、無駄なことをしないこと、そして力を使わないこと、力まないこと、そして自然なこと、これは全て太極拳においてではなく、私たち人類が生きていく上で気づき、そして学ぶこと、これが太極拳をきっかけに理解されて、それを行っていくことが太極拳を行うということです。それがいつしか社会や組織のためになっているのであれば、もうその太極拳は無駄な練習になってしまっているということです。この内容は特に自分の胸に手を当てて、そして純粋に太極拳に取り組むために考えていることをまとめてみました。これをご視聴されている太極拳を行っている方で、もし気づく点がありましたら、純粋な太極拳にまた取り組んでいきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。